竜王山城は奈良県天儀した町周辺にあった日本の城。大和国を代表する山城の一つ。大和平野と大和高原にある山脈、竜王山の高所に築城されていた。富人集落からの飛行は約130メートルだが、国中からの飛行は約485メートルあり、飛行では高鳥城を越えており大和国随一である。 また上域は広大で、中世上郭の規模が明確でない。高鳥城を除くと、大和国際大で、北城部分だけでも、四山城の次いで第二位となる。竜王山城は、北城と南城に分かれている。北城が本城で、南城が爪の城と考えられている。北城と南城には、時期の差が考えられている。都市市の前世紀は、重市から、 天理市の平の一帯まで十四郷と呼ばれる勢力圏を形成していた。十四の平城十四城と共に居城としていた。都市市は、筒井市、落ち市、古市市、橋尾市と並ぶ大和国五大豪族の一員であった。1997年には天理市教育委員会により南城の平場部分に発掘調査が行われた。竜王山城が、 資料に現れるのは1507年の山城国一揆の時で、今夜一国一揆子供と放棄する。二、上山、三和山、鎌口の山、桃をかかり飛躍とある。鎌口の山は、竜王山城のことを指しており、資料上の所見とされているが、都市氏が没落し、鎌口の山を経て山内に越す筒井巡賞画像、炎症地像と記されていることから、 1483年以前にすでに築城していた可能性が指摘されている。この時十四党の当首は十四円清であった。その後長年の同盟関係であった筒井氏と対立したが1520年に大和国の国人衆は和睦したが、都市氏は同盟から排除され勢力を交代させた。1532年代が十四円中に移り、 河内国より、木沢長政と筒井氏が同盟を結び、木沢長政と重支援中は対立することになる。木沢長政が1536年に、市議山城に入城したため、重支援中は対抗し、竜王山城を本格的な城郭に集築した。1540年筒井氏と和睦してからは、重支援中の勢力が急成長した。1542年太平寺の戦いで、 木サは仲正が討ち取られると、重支援中の勢力はさらに拡大しつつ石の勢力をしのいだ。1543年から翌1544年にかけて、幸福寺から使いが訪れるほどの権力者となり、山の城とも呼ばれていた。重支援中は公家とも頻繁に交際し、和歌、伝画、小を行い文化人としても名を馳せた。しかし、 その重支援中も1545年休止すると、その後重支援勝ちは、筒井淳章、筒井淳慶の参加に入った。松永久秀が像、個人像1559年、松永久秀が山和国に入国してきた。松永久秀は、翌1560年には山和国の大半を征服した。重支援勝ちは1562年頃までは、 つ井氏と共に抵抗し、松永久秀と戦っていたが、やがて抵抗が困難となり松永久秀に降り、娘の五両を人質として、多門山城に入れた。しかし、英六の変の後、1567年、松永久秀と三好三人衆は対立した。この時の様子は、東大時代仏殿の戦い海戦の経緯も参照。この時つついは、三好三人衆と同盟を結び、 これが影響し重視宇治栄診断の中で対立が起こり、同年10月竜王山城で無本が起こり、城州の一部が退場した。重視縁勝ちは、翌8十1年3月三尾三人州方に、寝返ったが、人質が取られたまま目立った動きもできず、宇田松山城より進出してきた、秋山忠国軍に、山内周辺を制圧され、同年7月27日竜王山城を、 後期十四上に移った。しばらくは、秋山正国が、竜王山城の城主となり、十四上周辺を攻撃していたようである。この時観音事情の戦いで勝利した、織田信長が上洛を果たすことになる。芥川山城で、松永久秀は破滅すると軍門に降り、織田信長軍の来園を得て、筒井軍を圧倒した。この時の様子は、 東大時代仏殿の戦い開戦後の影響も参照。事態が急変したことにより重子縁勝ちは再び松永久秀方に振った。翌862年10月重子縁勝ちが死亡すると、人質として差し出された重子五両を包ずる松永派と重子富士星を要する筒井派に分裂してしまった。しかし大半は松永派に属しており、竜王山城、重子城ともに、 松永久秀の手にあった。元気2年8月、辰野市城の合戦で、筒井淳慶は松永久秀に勝利するが、同年末に十四条も向上したが、こちらは落とせなかった。1573年に、松永久秀は、織田信長に背き無本を起こすが失敗し、織田信長に多門山城を明け渡した。天正3年7月、多門山城の城主で、 山和国志望となっていた、花は直政が反対していたのにもかかわらず、松永久秀のおい、松永久道と十四五両は、竜王山次郎で終言を挙げた。日本上郭体系では、体制を挽回するために、都市市の残存兵力を集結して、竜王山次郎を確保する必要からであったろうと、松永久秀の挽回を目指す、政略結婚ではなかったかと指摘している。 天正5年10月、松永久秀と松永久道は再び、織田信長に対して、謀反を起こし、死儀山城の戦いとなり滅びてしまった。最後の竜王山城の城主、松永久道は、黒塚取り出で自害した。無視となった竜王山城は、翌天正6年1月16日、織田信長の命により破却された。一度も、 合戦の機会を得ぬまま廃城となったようである。竜王山城と周辺地域の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに、作成竜王社とため池田城の復元枯山水庭園跡、竜王山城は竜王山に築かれており、規模は南北に1 2トルに及んでいる。南城の最高所の標高は5 8 5 9ル 北城の最高所は60メートルほど低い位置にある。どちらも戦国期末期の改修が認められるが、全般に北城の方が新しい。1540年の前後の重視援中の巨城時代と永禄時代天正初年の松永方の史上時代の二つのピークが想定される。松永時代には、信山城、多門山城、河瀬山城、そして竜王山城の四条が、 拠点上角となっていた。途上ルートは、火曜道の2道、中山道、そして鎌口道の、軽音ルートがある。南城の縄張りは、両線上に一列に並ぶ6つの連隔式に、三腹部3つ程度の張り出し車が付属する、オーソドックスなもので、戦国初期によく見かけられる形態をしている。これに、後世の加えられた部分が若干認められる。 この地域の最高所である南城は、鎌口の山と記されている点から、最初に築かれた部分であると言える。四角を至るルートには、マス型、食い違い土類、土橋、伏兵ダメなどの防御施設があり、テクニカルな縄張りとなっている。また南城には、流王者を祀るためいがあり、水には恵まれていた城である。祖石建物と石組庭園。 編集主角から一段下に下った平場で、1997年、竜王山城では初めて発掘調査が行われ、祖石建物と石段が確認された。祖石建物は南北方向に胸があり、祖石列はほぼ乾損し、14カ所で検出された、祖石は1メートル間隔である。南北方向の全長は13メートルで、東西方向は7メートル。 横方向の礎石は1.2メートル間隔である。建物の床は板張りで、間取りは小部屋で仕切るような礎石配置はなく、大広間的な空間であった。日常生活や台所のような設備も見当たらない。ことから、武士が詰めるための施設であったと思われる。この建物の南側に、東西方向に、自然石を組み合わせた石組み遺構が検出された。 自然石を建てて使用すること等、人工的な遺構であると確認でき、枯山水風の庭園遺構であると推定される。戦国時代の庭園跡としては、池田城や八王子城等をいくつか確認できるが、時代を掘るによると、竜王山城のように山城での庭園遺構の検出例はまだないようであると、山城では初めての庭園検出例であるとの見解が示されている。また、 平場グルーわへのここに石段が設置されていた。北城には石段は確認されていないことから、この礎石建物以前の可能性も推測される。発掘調査では、礎石建物の下にはさらに古い遺構は確認できなかった。出土物、編集出土物としては、丸瓦26点、弾き編18点、鉄釘3点が出土した。 丸瓦の一部は重ねた状態で出土しており、縄でくくったように一くくりにされていることから場外へ持ち出す寸前であったと思われている。瓦の出土の少なさは再利用のために搬出したと推測され、丸瓦は礎石建物の屋根に敷かれていたと推定されている。丸瓦の平均的な大きさは全長 34cm、幅 14cm である。 丸瓦の年代間は、室町時代後期頃と推定されている。また三角形の刻印を記している瓦が古典、見つかった。この刻印は、東大寺の土塀に塗り込められた瓦と告示しており、また多門山城の出土した瓦にも、東大寺と記した瓦も出土している。このことから、東大寺の天用瓦であることが推定されている。東大寺は、 東大時代仏殿の戦いで炎上しており、この戦闘で打ち壊しになった瓦を城郭が藁として転用された。今回の発掘調査で明確になった瓦葺武器の祖先建物は、その時の状況を考慮し、松永久秀が創建した建物である可能性が高いとされている。穴な山城編集、穴な山城は近年その存在が明確になった遺跡で南条から、 南南西に1 5キロメートルにある、アナシ山の山上にあり、クルワなどは、全くないが、山頂と北と南西の張り出しを根規模に大規模な掘り切りが発見された。北の掘りは、上幅1 5ル以上、深さ8メートル東へ5 0ル以上続いている縦掘りとなって、下っている。このような大規模な掘り切りは、都市市市が松永方を迎え撃った時に築城をされた。 東の峰城の北側の大堀切れ跡と告示しており、穴子さんの堀切りも、戸市氏の仕事と推察できる。この堀切りは、出城としての独立性はないものの、講義としての南城の一部として捉えることができ、南城は、戸市氏の本城であったと傍傷することができる。南城四角から見た奈良盆地南北山城江津、古人造北城は、南城西北端より300メートル以上離れ、 標高で60メートル低い標高522メートルの別山になる。南城からは見下ろされる地形ながら平坦地形に恵まれ大きいクルワ取りが可能になった。その結果北城が本城、南城が爪城になったのではないかと思われている。南城は山側は道から単純に出入りできる屋敷群で防御もそれほど発達していない。それに対して 国中方面の主要グルワ軍は土塁を伴い防御の効いた配置となっている。つまり、東山内側が安全地帯、絡めてで、国中川が防御正面の大手であった。車の相互支援の連絡通路は東山の内側で行われ、両線連隔部分の土塁は国中川に設けられている。両線上の連隔と塩根上の車を放射状に配置し、 三腹を迂回する道でそれらを横に結び合わせる形が基本となっている。城内へは太鼓丸と、辰巳やグラグルワの二つのクルワの間のここは、二重の食い違い土類が二箇所あり、その間は丸い堀になり四角ヘ入り口を固めている。それ以外にも、西の大手丸、五人衆のクルワ、馬ひや芝、時の丸と呼ばれているクルワがある。この北城には、バチと呼ばれる。 用水池があるが、これは、馬の足を洗うだけの池ではなく、空堀戸橋へ迂回されるための防御施設も兼ねている。馬池は、林道が作られたため、大半が埋まってしまった。北城四角から見た奈良盆地。ありがとうございます。